なんだ朝だぞ小宮山おい聞いてんのかあの野郎サンタよぶっ飛ばすぞおやっと起きたなおはようさん朝飯食いに行くぞはあざけんな一人で行け何怒ってるんだよ俺たちペアだろ仲を深めるためにも同じ釜の飯を食おうぜてめえマジで頭いっちまってんのがこんなんただの迷惑行為だろどこがだよ朝飯食おうって誘っただけだろ今何時だと思ってんだよ4時半だぞなあ俺の中ではまだ夜だわそうなのか悪い俺いつも明け方には起きてるからさ知らねえよマジでうぜ消えろそんな怒鳴るなって起きちまったんだし朝飯行こうぜ二度寝は生活リズムも狂うしよくないぞどうなったってお前に関係ねえだろ飯なら一人で行けじゃあな小宮山俺は諦めねえぞさっさと失せろ嫌われちまってんな俺あんたの歌が本当に好きなんだペアになれてすげえ嬉しいあんたにとって最高の曲作るから認めてもらえるまで頑張るからまた後で来る今度は適切な時間にで俺なんだよ夢見すぎだバカとわさんお霧島くんおはようございますもしかして朝ごはん食べに行こうとしてますうん1階のカフェに僕もです一緒に食べに行きましょううん、いいよトワさんと二人でご飯なんて初めてですね嬉しいな何食べましょうかおどうしましたあ、あのね俺、未来くんじゃない人と朝ご飯食べるの初めてかもなんか、不思議な気持ちそれは、いい意味で？うん、うん。うまく説明できないけど、ありがとう。嬉しいよ。はぁー！トワさん、かわいい！うわぁ！びっくりした。どうしてギューするの？なんでかわからないですけど、抱きしめたくなりました。男だけど母性本能がくすぐられたっていうか母性本能何それ愛おしさを感じるってやつですえ俺こんなでかいし愛おしさとかあるありますトワさんはとっても可愛いと思いますありがとうこれからトワさんのこといろいろ知れるのが楽しみですせっかくペアになれたし楽しい思い出作りましょうもちろん最高の音楽もうんよろしくお願いしますこちらこそお願いしますさあ行きましょうなあちょっとは喋ってくれよせっかくの飯がまずくなるだろうなんで俺があんたと会話しなきゃいけないの冗談は顔だけにしてもらっていいですかなんだそれ俺結構可愛い顔って言われるぞ聞いてないから人の部屋を仕掛けてきたと思ったら無理やりこんなとこ連れてきてさ何がしたいの本当に迷惑仲間になったやつのことを知りてえって思うのは当然だろ好きな食い物とかそんなんでいいから教えてくれよ勝手に調べたら
財前先輩だったらお金使えば秒で知れるでしょう。んなもんに金なんか使うか。お前は俺を何だと思ってるんだよ。知能指数が低い偽善者。え？は？偽善者って俺が？うん。だってあんたうさんくさいヒーローみたいじゃん。どこがだよ。自分が一人頑張ればどうにかなるみたいな顔してさ、こっちの迷惑も考えずにズカズカ入ってくる感じ、ほんと無理。俺は正義の味方ですってオーラもうざい。そんなこと思ってねえし。嘘だね、思ってる。顔に書いてあるもんね。え財前先輩、あんたのその安っぽい正義感なんて1円にもなりませんよ。なるほどな、そんな風に見てるのか俺のこと。そうだね。宮園は俺のこと嫌いか。逆に聞くけど好かれてると思う瞬間あった？はあ、もう帰っていい？あんたとご飯とか食べたくない。楽曲制作はメッセージでやり取りするってことで。じゃ、おい、ちょっと待て。まだ何か。あのさ、お前がどんなに俺を嫌いでも俺はお前を嫌いになんねえからな。は？だってさ、俺らがペアになったのだって奇跡みたいな確率かもしんねえじゃん。だとしたらお互い嫌い合うなんてもったいなくね。何その思考回路、きっしょ。きっしょくて悪かったな。俺は元からこういう人間なんだよ。そうですか、お疲れ様です。じゃあ明日もお前んとこ行くからな。待ってろよ。マジで嫌い、あいつ。はい、こんばんは。コジピじゃん、どっちだ。どっちだはこっちのセリフだよ。今何時だと思ってるの？ね、夜中の2時。どうやら時計は読めるみたいだね。脳みそ溶けてなくてよかった。さあ、今すぐ音楽止めよっか。なんで？俺の部屋隣って知ってるよね。音楽が漏れ聞こえてきて作曲に集中できないの。多分近くの部屋の人たちも迷惑してる。だから止めよ。無理、これカイリ君の超快適ナイトルーティーンだし。クソみたいな情報ありがとう。君の事情なんて知ったこっちゃないよって言われてもな。まあどんまいってことじゃね。じゃあおやすみ。おい、ちょっと離すって。高月君には甘やかされてたんだろうけど、俺はそうはいかないよ。我慢するのとか大嫌いなの。おい、てめえどんな力してんだよ。人って土壇場になると持ってる以上の力が出るらしいね。くそ、離せ。なら音楽止めて今すぐに。だあ、分かった分かった、分かりました、止めます。ふん。やればできるじゃない。今日だけな、カジピがあまりにもうるせえから。そう、なら明日からも毎日来てあげるね。うぜえ。あー、やだやだ、後でヨリンにチクっちまおうっと。はい、カイリ君はゲームの続きするんで帰ってください。あのさ、君に一つ言いたいことがあるんだけど。にゃ。倉橋君って奇才だとか言われてるけどさ、俺も世間では天才って言われてるんだよね。知ってるっつーの。まあカジピの才能は確かにすげえよ。カイリ君は負ける気しねえけどな。ふん、なら分かってると思うけど一応伝えておくね。俺お前には手加減しないよ。手加減？そんな単語俺は知らねえな。どういう意味だっけ？そろそろ部屋戻ろうっと。じゃあね、おやすみ。デモ上がってくるの楽しみにしてるぜ。頑張れよ、天才くん。そっちこそ首洗って待ってなよ、奇才のボーカリストさん。
暖かな日が差し込む部屋でのティータイム。今日も完璧な昼下がりだ。誰だ。宝だ。よ、今大丈夫？ああ、どうした。高月さ、もう昼飯って食った？いや、本日のスケジュールではあと30分後に昼食を取る予定だ。なら一緒に食いに行かない？うん、なぜ？え、理由ないとダメ？ペアとしての責任を感じての行動なら気にするな。俺は単独行動でも平気だし、楽曲制作もきちんと行う。どういうこと？だから俺に気を使わなくても大丈夫だと言ってるんだ。気を使う？うん、違うのか。不気味なやつだ。何がおかしい？だってすげえ斜め上の答えが返ってきたからさ。は？俺は気遣いで飯に誘ってるんじゃないよ。誤解させたならごめん。なら何だって言うんだ。俺はさ、高月のことをちゃんと知りたいんだよ。ただ一緒に喋って飯食いたい、それだけ。ダメかな？高月？おーい、大丈夫？貴様は変なやつだな、本当に。なんで？俺にそんなことを言ってくる人間は初めてだぞ。嘘でしょ？嘘じゃない。俺に好き好んで近寄ろうとするやつなんていなかった。そうなんだ。ああ、なるほどな。じゃ、俺が初めてってことか。それはそれで嬉しいよ。高月にとってレアな人間ってことだもん。まあそういうことにならんでもないな。声ちっちゃ。高月って意外にお茶目なとこあるよな。気色悪い単語で俺を表現するな。ごめんごめん。で、どうする？昼飯一緒に行かない？言ってやらなくもないこともない。どっちだよ。行く。よし、決まり。俺の大好きな店があってさ。うん、何の店だ？ラーメン屋。ラーメンとはあの油の塊のことか。俺はそんなもの口にしたことないぞ。いやいや、一回食ってみろって。